おかえり金木君。あんたはもう普通の人間じゃない。半分はグールなんで。グールは人間を食べないと生きていけない。その瞳を見た瞬間から僕の心は君でいっぱいだった。グールレストラン。あの人は付き合わせて厄介も。僕の行きつけのレストランに招待させてもらえないだろうか。体をよくほぐしておかないと。やばさ。さあディナーを楽しもう。金木君がそんな体になっちゃった事故の秘密。乱暴しようってわけじゃないんだ。正確に言えば金木君が食べながら金木君を食べたい。そうしたい。始まらないから始めた。それだけ。月山さんの狙いは僕なんです。人を食うことは僕らに許された快楽じゃないか。想像以上に最高だ。ヘッドダウン。気持ち悪いからとっとと帰れ。僕はあなたになんか食べられない。僕らはなんだ。お待たせしたね。人の命を何だと思ってる。月山。東京グール。